そういえば小耳に挟みましたわ。最近危険な調査任務についていらしたんですってね。あなたに一つ警告しとくわ。ええ、これ以上あなたの方からその教団とやら関わらない方がいいわ。大して知りはしないわ。でもわずかにあなたより知ってることがある。だから危ないとわかるわ。まあそういうこと。でもかすみが言ってるのは本当のことだよ。自分の身が可愛かったらこれ以上深入りすんなよ。でも今度ばかりは引き下がるわけにはいかないと。男ってすぐこれだ。首を突っ込んでる割には情報が不足しすぎって顔ですわね。一つだけあなたのためになるかもしれないキーワードを教えて差し上げます。ええ、メタルウルフ。今のが鍵となるかもしれない言葉ですわ。落ち着けって。言ったはずです。私たちも多くは知らないと。ですけどこの地で欲望がよどんで欺瞞が幾重にも折り重なったその要因の一つを私たちは知っています。警告はいたしました。これより先に赴かれるならそれなりのお覚悟を。そして味方は常に信用できるわけではないということお忘れなく。どうしたの？うちに帰らないの？お仕事？ううん、みなぎのそばにいてあげる。だってみなぎ、なんだか心細そうな顔してるんだもの。大丈夫だからね。私がついててあげるよ。と同じだわ。一体どうするの？お兄ちゃん。メタルウルフ。私よ、大変なことが起こってるわ。ああんたが変なデータ覗き見しようとするから。ちょっと保安部が動き出してるのよ。何かよっぽどのことやらかしたんでしょう。ここ来る途中何人もそれらしい連中とすれ違ったわよ。それは昔うちの父の下で働いていた人が情報をくれたの。あんたと付き合ってたせいで私まで保安部に目をつけられそうになったんだから。取ってください。気をつけて。いらっしゃらないんですか？今度こそうちの新聞取ってもらいますよ。ちょっとどこ行くのよ。敵に回すっていうの？私はそういうつもりじゃ。逃げ切れると思ってるの？それに事情を説明すれば保安部だって。そんな奥まった方へ行ってどうするのよ。脱出するんじゃないの？隠れるつもり？見つかるに決まってるでしょ。ここちょっぴりだけど空気が違う。どこか隙間から冷たい空気が流れ込んでるわ。あ、切れた。何よその穴。ルートを用意してたなんて。自慢にならないわね。非常識なんだから。レディーをこんな場所にエスコートするものじゃないわ。